浦安 D ロックス対トヨタ自動織機シャトルズ愛知の一戦をお送りいたします。今前半スタートしました。深いところに蹴り込んでいきます。そのまま縦に当たっていきます。ダビスユカが当たっていきます。そして近場、早速何か D ロックスらしいもう縦縦と当たっていますね。そうですね、立ち上がりはやはりこうダイレクトなプレー、相手に当たって落ち着き、タンニパが今チャージに行ったが、そしてグランディングはどうだ。グランディングできなかったか。トライ、ね、最後トライです。スウェイが抑えていました。素晴らしいチャージから最後はスウェイのグランディングでした。先制シャトルズ愛知です。楽しみにしていたんですね。そこに合わせてコンディションも調整してきたという感じだったんです。このボールはガスケルがターゲットになってモールです。サイドボールムッシュアドバンテージで、アドバンテージ見ていました。シャトルズ愛知にアドバンテージ追いすぎがありました。横から入ったということで中島のところですかね、もしかすると。しっかりと決めました。さすがのバーンズ、奥に合わせてスティール、マカメネが取った。このラインアウトのところシャトルズ愛知が取っています。先ほどボールのところでサイドエントリーがあったがキープしているシャトルズ愛知。さあボールがこぼれて、ただ D ロックスが奪い返していきました。マカスケル、さあ順目飛ばしパスでちょうどギャップが入ってボールに下がった。抜けた1球、そしてシャンギーツが取っていく。グランディング一人一人がねボールを前に持っていく力ありますね。ダブラもしっかりとこのコンバージョンを決めていきました。これで10対7となります。デバンスのキック、スタブプレッシャーが来ました。リサラ、リサラも強い、強いですね。おお、そしてオフロードつながったスルンガン、伊達の進路、その力のところピックでゴールしていく中島、ここ2人がかりでタックルいく。バーンズ、ジョシュアと長いようにつながって、そのままキックでグランディング飛び込んでいったシェーン・ギンツ、2つ目素晴らしい。確認が行われるでしょうか。このラインアウト、ダグラスに合わせて早めにこのボールを出していきます。さあそしてバックスプッシュ、安田、安田引きつけて外、リサラ、リサラ、リサラ、押さえたグランディング、トライです。ラインアウトから一気に持ってきました。力ありますね。ガスケルに合わせていきます。さあボール22、外ですがこのモールを組んでいくシャトルズ、押していく、シャトルズ押していく。今一人少ない状況なんですがシャトルズ、さあここでボールを出していきます。ペナルティがディロックスの方になりました。確実にこのビージュ決めていきます。このピックボール一瞬の隙狙っていきます。さらにはイードバー、さらにこぼれた、さらにこぼれてシャトルズ愛知、松岡、松岡ここで抜けていく。松岡、さらに2人のディフェンス、松岡も存在感を見せていこうという動き、絡んでいる田村も絡んでいる。田村取ったか、田村ジャッカルジャッカルですね。ここは競りません。シャトルズ早めに出していきます。マカスケル、とアドバンテージはノットローラウェン、中島慎吾アドバンテージを見ています。逆目後ろ回復を使ってスワープを切って、
シャトルサイチョコがしのいでいます。そしてホーンが鳴りました。ノータッチ、安田行く、安田行く、まだ行く、縦に行く、ホーンは鳴っていますがリードしている D ロックス。これでボールを出していく。リードのサイドを広く使っていく。ダニマツのトライです。リーグワンデビューでなんと初ラリー。嬉しいですね。安田が立て。はい、ダブラ。はい、オッケー。すぐに話した。ここがフラット後ろを見ていたがダグラス、そしてブロック、縦、さらにオフロードもつながって竹内、ここで崩すか、サイドグラウンディング、いいのが抑えてトライ。シュノスキガスケルが奪ってシャトルサイチ、最近チャンスを迎えていくトムスミラー、離して内に離してナイマルマイがセンター、カネタか、アドバンテージはただシャトルサイチ見ています。シャトルサイチ、ね、ではデニロックスタップしてすぐにスタートしていく、抑えた、入ったばかりの湯本、ここはアグレッシブ、かなり気合入っています。彼の持ち味が出ましたね。はい、ナイユー、今のもうほぼ動かない。そしてリサ、ただサポートも速いディロックス、シャラスアタック、ダメだから、石川でサミソニアサイリーピックゴー、リアムギルまだ行く、強い、リアムギル強い、一気に22の中に入ってきました。今度は田村を引きつけて、さあ外で勝負していくか、外で行くか、さあグランディングまで行ったか、どうだ、これはトライです、トライです。カットサイドを決めきっていきました。も気になります。今週ハーフの選手ですかね。そしてその大小石、小石がブレイク、さらにそしてビートマンがいった、ハーフに行きましたね。そのポジションを整理する前にもトライに行きました。このスクラムはディロックスアドバンテージ、ほぼ互角のスクラムだったんですが、ここはディロックスプッシュ外に出しました。ノーサイド、1位から3位の順位決定戦、第1節ディロックスとシャトルズ愛知の一戦、レギュラーシーズンでもディロックスが2勝だったんですが、この順位決定戦1節もディロックス勝利を収めています。プレアオザマチの今発表が場内でされています。ディロックス田村選手、プレアオザマチということです。いや、改めてですけども、前半あの交代の時にも一度聞きましたけども、改めて田村選手の今日印象どうでしたか。こうまだ僕も繰り返しになってしまいますが、はい、こう余裕を持って判断できていたのが、あの自身のプレーと、周囲もうまく動けたというところにつながってますね。